皆さんこんにちは。ドライアイ MGD 論文数世界第一、東大病院や慶応病院でも外来を担当していた眼科医の有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日は伊藤院眼科でのパート3求人のお知らせです。さいたま市見沼区伊藤院眼科でのパート3を緊急に大募集させていただいています。こちら YouTube などで私のことを知っていただくチャンスが増えまして、全国各地、北海道から沖縄まで患者さんにたくさんいらっしゃっていただいております。なので患者さんが大変増えてしまったため、スタッフの人員が不足してしまっている事態になってしまいました。眼科拡張のため、看護師さん、指導訓練士さん、それから検査員の方を大募集しております。もしできれば眼科での経験者の方がありがたいですが、やる気さえあればどんな方でもぜひぜひご一報ください。勤務の場所は埼玉県さいたま市見沼区の伊藤院での勤務となりまして、 JR 大宮駅東口からバスで15分程度のところにあります。職員駐車場も完備していますので、お車での通勤も可能です。お仕事の内容としまして、お仕事の日は月曜日、木曜日の午前8時半から3時頃までと、隔週土曜日の午前8時から6時頃までとなっています。週1回もしくは午前のみ午後のみの勤務からも OK ですので、ちょっとでもご興味がありましたらぜひご連絡ください。時給や勤務条件などは、個々の資格によっても違いますし、業務によっても違いますので、お問い合わせいただければというふうに思います。検査業務の内容としましては、一般的な視力検査、眼圧検査、それに加えてドライアイの検査があります。パソコンやスマートフォンでの入力作業などがあります。私が考えている向いている方は、もちろんやる気がある方が一番ですが、眼科やドライアイ分野に興味がある方、それから人とのコミュニケーションが好きな方はおすすめじゃないかなというふうに思っていますので、大歓迎させていただきたいと思います。伊藤院眼科勤務でのいい点、悪い点、私が考えていることですが、まあ、いい点としましては、ドライアイで苦しまれている患者さんがだんだん良くなっていくことに、携わることで仕事へのやりがいが感じられるという点や、まあ、患者さんに大変喜ばれたり感謝されたりする仕事です。またドライアイ、涙に関する世界最先端の診断機器や医療機器でのスキルが学べます。あと、まあ悪い点としましては、まあいい点とも言えますし、まあ悪い点になっちゃうのかなというふうにも思いますが、いい意味でも悪い意味でもドライアイ関連の患者さんの層では圧倒的に多いというふうに思います。また、当院では手術は、行っておりませんので、手術をやってみたいとか手術に携わってみたいというような方は、残念ながら、ちょっと不向きかもしれません。まあ、どちらにせよですね、ぜひ、こういった業務にご興味のある方は伊藤院までご一報ください。電話番号、それからメールアドレス、また伊藤院の内概要につきましては、ホームページの URL をこちらに出ししてますし、概要欄にも貼り付けておきますね。なので、ぜひぜひご一報いただければ嬉しいです。私たちと一緒に働いてみませんか？本日もこの動画を最後までご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょうね。さよなら。